地震体験者では震度7の揺れを体験。怖かった。終わったって思うと、まあ続いてめっちゃ長かったし強かった。先月30日、白馬中学校が2年生およそ80人を対象に防災体験学習会を実施しました。こちらは AR 体験コーナー。ゴーグルをつけてみると周囲の風景が水浸しです。浸水時の危険性や視界の悪さをリアルに体感できます。障害物などが見えないからこける可能性とか気がする可能性が多いんじゃないかと思いました。こちらのスリッパはなんと新聞紙でできています。思ったより書きやすい。下に何か物落ちてても踏んでも大丈夫です。およそ10年白馬村と防災教育に取り組んできた信州大学も学習会をサポートしました。いろんなことをやっぱり知っていただくことで自分たちが工夫してこう知恵を出すこともあるし、自主的に必要なことをこう率先して中学生が動いていけるような形が非常にいいなと思っています。2014年11月白馬村を震源とする最大震度6弱を観測した上城断層地震。白馬村では40棟以上の住宅が全壊し大きな被害が出ましたが、閉じ込められた人たちは消防団や近隣住民に救助され亡くなった人はいませんでした。地域のつながりが生んだ白馬の奇跡と呼ばれました。あれから間もなく10年。前々からあったんだよっては聞いてたんですけど、やっぱ記憶がないから。10年前は東京に行って東日本大震災は体験したけど覚えてない。地震の教訓を未来へつないでいくことが防災教育の役割の一つです。社会とつながるとか未来につながるって言った時にどうしても災害のことは避けては通れないことかなと。体験的な学習を取り入れることによってより自分ごとに真剣に防災の学習ができるんではないかなっていうことを考えまして、ここから本当に地震が起きました。でみんなは何かね本当に危ない怖い思いをしてここに避難してきました。 OK それで行くから大丈夫。しっかりそういうところしっかりやって自分で考えて中で行動していきましょう。はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。避難所が来ました。そこから行きましょう。本番はここから。いよいよ避難所での生活体験を通した実践編です。炊き出しや簡易ベッドの設営などすべて自分たちで行いますが、それだけではありません。大人に倣って受付業務も生徒たちがこなします。話すのが難しかったりします。だんだんスムーズになってきた感じです。本当に自信あってもできるかな。それはあんまちょっと自信がないです。ルールだからここでのルールをしっかりと考えていこうっていうのを女子バーは決めてた。じゃあルール決めるならそれ全員まとまったよ。こちらでは避難所のルール作りを進めていました。話し合っていたのは消灯時間です。私はいつも9時ぐらい9時とか10時早めに寝るタイプなんですけど、みんなに意見聞いたりとかしてちょっと聞いたりして、まあ0時にするけど11時ぐらいには寝れる準備ができるように。なるほど。正直0時はどうですか。遅い夢の中ですいつもみんなで話し合い、ようやく決まりました。今回のテーマは自立性。想定外ばかりの災害現場で一人一人が自分の頭で考え行動できるようになることが狙いです。大変だったとか苦しかったとか、こういうような経験が学習のエネルギーになって、でより真剣に自分ごとで考えるようになりますし、初めての避難所生活体験、すべてのことに時間がかかります。夕食も予定時刻を2時間過ぎていました。そんな中、お腹減ったんだけど、ちょっとしたらお腹空いたんだけど、外にもうちょっと頑張って、もうちょっとちょっとってどんぐらい、お腹を空かせた人からのクレームにも中学生が対応しました。メニューは少ない水でできるカレー、ルーや野菜、缶詰のツナなどを水と一緒に専用の袋に詰めて大鍋で煮込みます。カレーできたよー、カレーできたよー。じゃあ使っていいよ。しかし皿がありません。そんな時には新聞紙を活用。苦戦しながらも作っていきます。うまくできましたか？できません。でき多分苦労してたどり着いたカレーの味は格別です。めっちゃ美味しいです。お腹空いてましたか？食事の後はみんなで協力してベッドや仕切りを組み立てていきます。こんな感じで思った以上に寝心地良き。もう寝たいよ。早く寝たい。マジこれでいい一日毎日。ちょっと言い過ぎか。テント作りとかそういうこういうなったら、ああ俺と妹がこれ知ってるから、普通にこうして家族にこうしてやって教えて学んで、そこからいろいろみんなを助けることもできるだから。日常通りにいかないから何事もうまくいかないのがすごい難しかったなと思います。もう10秒で寝ます。ヘトヘトの生徒たちが眠りにつこうとしたその時、地震余震来るよ。停電です。復旧5分後です。突然の地震と停電、その時生徒たちは全員いるよね。一回半ごとまとまってる。これまとまってる。3分後には体育館の真ん中に集まり、自主的に点呼を始めていました。やってよかったって感じです。こんなにね、いい顔して、いつも以上、いつものね、10倍、20倍ぐらい頭も使ってるし、協力もしてるしね、これはやった甲斐があったな。被災して避難所に行ったりして、その命をつないでいく時間っていうのは結構長いし、お互い助け合うことでどうやって乗り切れるのかっていうのを工夫したりしながら学ぶっていう体験は、特に中学生にとってもですね、貴重な体験だと思いますので。生徒たちは学習会で学んだことを上城断層地震からちょうど10年の節目となる11月22日のイベントで地域に発信していくということです。